親子刑事親子刑事、エピソードゲストキャラ一覧親子刑事エピソードゲストキャラ。このページは、1977年21号より1981年12号まで、週刊少年サンデーに連載された、原作、林立夫、作画、大島康一による、漫画、親子刑事の全事件簿、掲載順に、総話のタイトルとゲストキャラをまとめたものである。 戦闘から帰る文吾と肝太郎が偶然近所で起こった火事現場に遭遇し、肝太郎は思わぬ人物を目撃する。商店の店主で小田切を名乗る男、それは、かつて肝太郎たちが追っていた多発金庫破り事件の犯人、桃瀬浄介だった。悪毒儲けているところばかりを狙い、道具は使わず腕一本で勝負した金庫破りの名人である桃瀬だが、事項まで、 あと二日。文吾と勘太郎は、桃瀬のいる小田切商店を訪ねる。文吾の大学時代の後輩、三重子が訪ねてきた。東京に残ろうか、田舎へ帰ろうか迷う三重子に文吾は同じく、後輩であり、三重子の友人でレコード会社に勤務する、山崎千秋に相談するように助言する。だが、三重子が訪ねると千秋は殺されていた。現場には、被害者が、 ビートルズのアビーロードのジャケットを指差すダイイングメッセージが死後1時間、三重子の訪問の30分前に殺害されたことが判明し外部からの痕跡はなく犯人は同じアパートに住む住人に絞られるが住人への聞き込みから被害者は殺害時に同様のレコードを鑑賞中で1曲目のカムトゥゲザーと2曲目のサムシングの曲の間に殺害されたことが判明 そこから、真犯人への糸口を見出す。本作は、2004年10月10日号より10月25日号まで、ビッグコミックに、前後編の特別読み切りで発表された、親子刑事の真事剣母の総話とゲストキャラをまとめた、ものである。70年代後半、少年たちを夢中にさせた、あの本格派刑事コミックがここに復活。砂漠は、罪、守るは正義 そして人。敏腕で、情に熱いあの二人の刑事が、帰ってきた。父、柴田勘太郎息子、文吾。二人は正義を愛する情熱と人を思いやる優しさを、持った、名刑事。その彼らが、平成の難事件に挑む。新事件後全編連続猟奇殺人事件の、真相に、柴田不死刑事が挑む。死体の一部を切り取る連続殺人事件。 犯人が残したメッセージを手がかりに、勘太郎、文吾の親子刑事が追う。新事件母後編文吾と、勘太郎親子の所属する下の町所に、東大卒のキャリア、朝霧淳が配属された。プロファイリングを得意とする彼女だが、男アレルギーで男に興味がない。男嫌いの彼女は捜査員たちから、女文吾と揶揄され、文吾が握手しても、 女性アレルギーのジンマシ神が出ないほどの堅物である。家庭では、文語と夫婦生活を送る下の町所の元府系のそうだが、父、中心の旧姓により、父の後を継いで体制紹介の社長となっていた。その頃、美局書館内で死体の一部を切り取られた女子大生の遺体が発見。 たカンでの若い女性による連続猟奇殺人に色めき立つ下の町書院であったが下の町書館内でも同じ容疑者と思われる同様の殺人事件が発生だが被害者は若い男性で死体のそばには犯人からのメモが残されていた犯人が残したメッセージを手がかりに文語と勘太郎は追うが捜査は難航する殺人現場の目撃者が現れ 聞き込みに向かった文吾たちだが、すでに目撃者は殺されていた。だが、その場に、かつての同僚で、ヨーロッパの研修から帰国したタレと遭遇。日本に戻っていたタレは驚かせようと、文吾たちの後を追っていたが、偶然犯人と思われる人物を目撃していた。犯人を特定し、現場に踏み込むが、犯人の姿はなく、そこには、 第4の殺人を予見させる手がかりが残されていた。ありがとうございます。